で、これヒメサエビはね、分布は非常に限られていて、新潟県、福島県、栃木県も入るか、栃木県ないと思いますね。新潟、福島、もう一県どっか絡んでると思います。その2つかな。まあその県境に多いですね、とにかくね。あと栃木県境とかちょっと入ってたかもしれませんが。で、まあ、例えば飯豊山とかではもうほとんど高山植物のように設計を背景にして咲くような写真が出てくるので、私はずっと高山植物だと思ってたんですけど、新潟県あたりだと本当に 2,300 メートルの標高の低地で見られますね。5月の半ばぐらいにもう咲き始めます。飯豊山の高いところだともう7月の花ですけど、笹よりよりも全体に咲きが早いです。ここでまだ笹より咲かないと思います。笹よりはおそらく今低地で、関西の低地でぼちぼち咲き始めているところです。1月ぐらいヒメサエビ手種を求めて29年間毎年1回以上ヒマラヤに出かけて撮影されたという現在80歳の方です。50歳から80歳までの間ほぼ29年間30年目にコロナ禍になって初めて行けなかった年に、もう行けないから何しようかって言ったらもう本を作ろうということになって、本を作りました。もうそんな30年もかけてきたもんなので、お金に糸目をつけませんから、いくらかかってもいいですからいい本を作ってください。2750円で売ってますけど1冊8000円ぐらいかかっています。で、一流の印刷所で一流のプリンティングディレクターに今考えられるあらゆる考えられる手段を全て駆使してとてもいい写真集になりました。これ宿根草なの？そうですね、多年草ですね。多分この属全部多年草だと思いますね。倍どころじゃないです。我々なんとなくの花が木に咲くと300になりますけど、それぞれが咲きますからね。咲くときはもう100度も見えるんです。全部咲くのおそらく夏日だと思います。鹿がこのように増えたのは、まあ、人間のせいだとかっていう人もありますし、原因は本当はよく分かってない一つじゃないかもしれない、分からないんですが、おそらくこの何万年何十万年の間には同じようなところが何回かあったんじゃないですか。でその時にどういうことが起こったかというと、例えば今崖にしか咲かない植物ってありますけども、ああいうもので結構大丈夫なんですよ。しか届かないから、ひょっとしたら今崖にしか生えてない植物をそういう時に
その技を身につけたのかもしれません。というかそういうところだけにしか変えられないものだけが残ったから、それが一つの種にとって現在まで残ってきた可能性もあるわけですね。だからまあ、これがもちろん人間のせいだとしたら手をこまねいていてはいけないんですが、まあ、自然の仕組み進化というのはやっぱりそういった いろんな危機を乗り越えて現在の形があるのではないかなと、まあ、そんな視点を見ながら、今プリンスがこのようにね、姿がなかなか見えない。